ルパンたちを襲う風魔一族の攻撃は激化。マシンガンやミサイル弾をかいくぐり、フィアットは首都高を走り抜ける。そして五重の塔ではフジコが加わった。だが、ありゃ、ルパン、あとはお願い。え、フジコちゃん、気にしてらんねえぞ。キリがねえ。行くぞ、ルパン。ルパンが現れました。さらに戦いは東京タワーへと舞台を移す。ありゃルパン、参ったか。なんだ、やばいぜ、ルパン。今日だけだぞ、ルパン。東京タワーでの死闘ではゼニガタも参戦。まだ腕は錆びついちゃいないようだな、トッツァン。一生の叩き上げを投げるなよ、トッツァン。我慢するな、ルパン。あれを狙え、ルパン。オッケー、トッツァン。風魔一族の陰謀を阻止すべく、泥棒と警察が一時休戦しタッグを組んだ。そして決戦の地は豪華客船の船上へ。なんだ、ルパンか。突然謎の忍者が乗り込んできました。何？風魔一族の攻撃は一般市民をも巻き込み始める。一人の少年を助けようと飛び込んだゼニガタ警部、その体が炎に包まれる。そこまでだ、ルパン。宝を渡せ、ルパン。さもないと。ほらよ。くっ、ルパン、ほら。黄金の七福神像をめぐるルパンと風魔一族の戦いに決着はつくのか。七福神像を一つずつ集めるごとにテレビスペシャルとは全く異なるオリジナルストーリーが展開。さらにその先に待ち受けるのは感動のプレミアムエンディング。真の宝とは、モルガーナの正体とは、衝撃のクライマックスはいかに。
シャルと全く同じキャラクターが登場し、全く異なるストーリーが展開する完全オリジナルアニメーション。総カット数2000カットオーバー。ルパン三世アニメシリーズのトムスエンターテインメントが制作した、テレビでもない映画でもないパチンコでしか見ることのできない完全新作オリジナルストーリー。パチンコならではの予告やリーチ演出も豊富に搭載。徳川埋蔵金の謎を解く黄金の七福神像、これをめぐるルパンと風魔一族の争奪戦。斬る、撃つ、回る、業界初の役物ムービングフラッシュゲート。新本体ルピナス X を携え、驚きのスペックも搭載。ついに本物のルパンがパチンコとなって堂々登場。 CR ルパン三世徳川の秘宝王。